双葉 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ヘリを担当します、土橋幸宏です。よろしくお願いいたします。今回は 16iZ スーパーを使いまして、CGY760 の基本設定をご紹介したいと思います。まず CGY760R にサーボのコネクターを接続します。各チャンネルごとの表示通りにコネクターを接続していただきます。で、次に送信機のスイッチを入れます。まず 16iZ スーパーと CGY760R をバインドしたいと思います。まずプロポのリンケージメニューを押します。そしてシステムタイプのボタンを押します。今回はパステストの18ちゃんモードを使用したいと思いますので、この緑のところですね、これになってますので、続いてリンクボタンを押します。で、このアラームが鳴ってる間に受信機の電源をオンにします。CGY760R の LED が2つ緑に点灯になりました。これでバインド完了となります。それでは GPB1 を用いて CGY760R の基本設定を行いたいと思います。GPB1 のコネクターをジャイロの P-BOX のコネクターに接続します。で、受信機の電源をオンにします。そしたらばですね、一番下のエンターキーを押してスタートします。はい、次にですね、ベーシックメニューを呼び出します。で、スワッシュベーシックメニューを出します。で、ジャイロのセット方向ってのが、ここが1ってなってますけども、通常この平面に載せる場合は1でいいんですけども、機体によって搭載方向がこう横とかですね、縦とかにする場合はここの動作方向を切り替えていきます。で、動作方向を切り替えた場合は一度決定を押して電源を切って入れ直さないと、設定されませんのでお気をつけください。続きまして、今度メニューの1個下ですね、これはサーボタイプです。今回はデジタルサーボの、1520マイクロのサーボなので DG285、この初期設定のままで大丈夫です。で、次にスワッシュタイプですね。初期設定で H3 の120度になってます。今回使用する機体も、H3 の120度なのでこのままでいきたいと思います。一番下のサーボ動作ですね、これが初期設定では1になってますけども、今スワッシュプレートが、右エルロンが入った状態で水平になってない状態ですね。で、ここの数字が1から8まであるんですけども、どれか1つ合う数字があるのでそれを探していきたいと思います。エンターキーを押して1から2 3 45、6、はい、6が、スワッシュプレートが水平になりました。この状態でエンコンスティックを上下に動かしてピッチの動作を見てみます。このようにですね、エンコンスティックと同調してスワッシュプレートが水平に上下しています。動作タイプは6番が合ってるということです。それでは次のページに進みます。一番上のページボタンを押します。はい。これがエルロンサーボ、エレベーターサーボ、ピッチサーボのニュートラル調整のメニューです。スワッシュプレートのですね、水平具合を見ていただいて、若干ずれてる場合は、ここのニュートラル調整でスワッシュプレートが水平になるように調整します。それでは次のページに進みます。
まず上からですね、動作方向の設定です。まず L ロンを、実際に打って動きを確認します。右に打つとスワッシュプレートが右、左に打つと左、この初期設定のプラスで合ってます。で続いて今度一つ下ですね、エレベーターの方向を確認します。エレベータースティックをアップに打つとスワッシュプレートがダウン側に傾きます。これ逆なのでここのプラスをですね、エンターキーを押してマイナスに変えます。これで確認したいと思います。エレベータースティックをアップに打つとスワッシュプレートもアップ、ダウンに打つとダウンですね。これで合いました。で次にピッチですね。エンコンスティックを上下に動かします。エンコンスティックをスローにするとスワッシュプレートが下に下がってで上に上げるとスワッシュプレートも上に上がります。でこれもプラスの状態で合ってます。で続いてその下ですね、スワッシュレート、初期設定で 50% になってるんですけども、これはスワッシュプレートの最大打額を決める数字となります。だいたい基本的には 50% のままで大丈夫だと思います。で次にその下ですね、ピッチレートの設定です。これはピッチの動作角の最大動作量を決める数値となります。50% ですとかなりピッチストロークが多く動いてしまいますので、実際にピッチゲージを測ってですね、調整していただきたいんですけども、だいたい目安として40ぐらいですかね。これでだいたいスワッシュの動作量が合うと思います。それでは次のページに行きます。今度はジャイロのですね、動作方向を確認していきます。まず機体を L ロンを左に傾けます。そうすると今スワッシュプレートも左に傾いてますね。これですとジャイロの L ロン方向が逆なので、離陸前にですね転倒してしまいますので、まず、ジャイロ動作のところにカーソルキーを持っていきます。そしてエンターを押してリバースからノーマルに変えます。これでもう一度確認したいと思います。機体をですね左に傾けるとスワッシュプレートが右に傾きます。これでエルロンを合います。次にエレベーターですね。機体をですね前に傾けるとスワッシュプレートが後ろに傾きます。これで合ってますね。これで動作方向の設定は完了となります。はい。続きまして今度はラダーの設定をしたいと思います。まずラダーベーシックメニューにカーソルキーを持っていきます。でエンターを押します。で実際に送信機のですねラダースティックを動かしてみます。今ラダーサーボが動かない状態ですね。これはですねサーボのタイプが合ってないということなので、一番上のサーボタイプにカーソルキーを持っていきエンターを押します。そしてプラスマイナスでサーボタイプを選びます。今回はですね760マイクロのラダー専用サーボを搭載してますので、760マイクロのサーボタイプを選びます。でよろしければ一番下のエンターキーを長押しします。これで切り替われました。これで確認のためラダースティックを動かすと、ラダーが動くようになりました。で次にジャイロの動作方向の設定です。ここにカーソルキーを持っていって、実際に確認したいと思います。ラダーを右に打ちます。でテールローターの動きも右左合ってますね。ノーマルで合っています。逆の場合はリバースに切り替えていただきます。それではラダーのリミットの設定をしたいと思います。この 100% の横にですね三角矢印マークが出てると思いますけども、まず右と左どっちの調整ができるかを確認します。ラダースティックを右に動かします。その三角の表示は変わらないですね。で今度ラダースティックを左に打ちます。そうすると三角の矢印が上の 100% の横に移動しました。
上側は左ラダーの方向の設定となります。じゃあまず右側から調整したいと思います。1段下の 100% の右側の位置にカーソルを持っていきます。そしてエンターキーを押して、中が白くなります。この状態で右スティックを打った状態で、数字を書いていきます。まだ打額が少ないようなので、増やしていきたいと思います。これだけ増やすとサーブが今度うなり音が出てきました。これだと今リンケージが突っ張ってる状態なので、ラダーサーブに負荷がかかってしまうので、うなり音が出ない位置まで数字を下げていきます。まだ少し出てますね。115ぐらいで見てみたいと思います。これでラダーを右に目いっぱい打ってもラダーサーブに負荷がかかってないですね。115で決定したいと思います。で次に上の100のカーソルに移動します。でエンターキーを押して真ん中を白くします。でラダースティックを左に打った状態にしてプラスキーで増やしていきます。これもサーブがうなり始めたんで、数字を今度下げていきます。で、左も同じようにですね、115に設定して見てみたいと思います。少しうなり音出てますかね。で、110まで下げていきます。これで左に打ってもサーブがうなることがなくなりました。左は110で決定します。これでラダーのリミットの設定は終了となります。次にラダージャイロの動作方向を確認したいと思います。機首を左に振った時にですね、テールピッチが右ラダー方向に動くかどうかを確認します。今機首を左に振るとですね、ラダーテールローターも左ラダーの方に動いてます。これだと逆なので、ジャイロ動作のところにカーソルを持っていき、ノーマルからリバースに変更します。これで確認したいと思います。機首を左に振るとラダーが右ラダーの方に動きます。これでジャイロの動作方向は合いました。これが逆ですと、離陸しようとするとですね、ラダーが高速回転で左に回ってしまって非常に危険な状態になりますので、動作方向は、十分にですね、確認していただきたい項目となります。以上で 16iZ スーパーと CGY760R の基本設定の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。